平成28年9月25日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、穀物の豊作に感謝する頼み祭が行われました。この日の神事は、4月に発生した熊本地震で、楼門をはじめ拝殿などが倒壊したために、仮の拝殿で宮総代や神社関係者らおよそ70人が参列して行われました。神事では、今年取れた稲穂や海の幸、山の幸を神前に備えて、阿蘇宮司が祝詞を読み上げ、五穀豊穣に感謝しました。この頼み祭は、今年取れた稲穂などを神前に備えて豊作に感謝するもので、春の田作り祭り、夏の御田祭りとともに、阿蘇神社三大祭りの一つで、阿蘇の農耕祭事として、国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。神事の後、境内に土俵を設けて雁の相撲があり、今年の夏祭りで神輿を担いだ氏子らが相撲を取り、勝負がつくと行事役の神官が勝負ありと言うと、勝った力士が雁に可能と言っていました。雁の相撲に可能頼み祭の最大の呼び物で、参道を馬に乗って駆け抜け、的をめがけて矢を放つやぶさめは、楼門の倒壊で馬の走路確保が難しいとあって今年は中止となりましたが、この日も大勢の観光客たちが訪れて倒壊した拝殿などを眺めたりしていました。